今日は添田一平先生のカードを紹介していきます。結構たくさん34枚も書いてくれています。添田先生は歴史ファンタジーが得意ということで、特に、武器、防具、甲冑などの研究をしていて、それらを書くのが得意とのことです。グラニットアイドル、だいぶイメージが変わりましたね。グラニットアイドル、四角い盾を持っているという感じですね、はい、リビングアイドルの一種、花崗岩の偶像。この像から発せられる波動はセプターの魔法の防御、セプターに魔法の防御壁を付与する。まあ疑似バリアがかかるような感じなんですよね、はい、シーフ、女だったのかっていうのは可愛いですよね。ちょっと暗殺者っていう感じでいいですね。盗人というよりも暗殺者というイメージですね、はい、腕の立つ盗賊、気がついた時にはもう奪われている。このシーフは美しいですね、はい。ブラスアイドル、これまた面白い造形ですよね、はい。リビングアイドルの一種、真鍮の偶像。この像から発せられる波動はカードを扱う力を強化すると。双子っていう感じでカード2枚ドローするイメージです。リビングレイピア、これリビングシリーズに先生がついてるっていうのでちょっと面白かったですね、はい。いやー、なんだろう、変な悪魔のような、小悪魔のようなものが剣に絡みついてるという感じ。いや待てよ、虫か待てよ、生きた細剣単なる武器と思った敵の不意を打ち、喉下喉を突き刺してくる。目玉もついてるね、面白いね。じゃーん、これが添田先生ならではという感じの絵ですね。女戦士ビア、はい、ビア、対戦相手が支援効果を受けていると30、30増えて60、70、相手が強いと燃えるというタイプですね、はい。美しき女性戦士、敵が徒党を組んで襲ってくるとき彼女の怒りは燃え上がる。かっこいいね。左手に、兜も持っていて、いざという時は被る感じでしょうか。フェイ。対象クリーチャーの ST をプラス20するという面白い領地能力ですね。はい。すごく美しい、何かを考えているような、はい。美しい魔女精霊。気に入った戦士のパトロンとなり、その戦いを手助けしてくる。パトロンなのかよ。お前金持ちだな。はい。出た。はい。水にもなんと昨夜効果があるものがあったんですが、3DS ではなくなってしまいました。残念。湖に住む怪魚、強力な斧一打ちは津波を起こし、狙った土地を水没させることができる。はあ、そういう設定なんですな。鱗がなんか手のひらのような5本の指みたいになっているのが面白いかな。ね。はい。Wall of Ice。はい。カルドセプトサーガ実況のブンブンさんが好きで使っていた、いかつい顔のナイスガイですね。はい。はい。HP プラス30。まあ、そこそこ強いと。Wall of Ice。 そうですね、はい。呪文によって呼び出された氷の壁、召喚後も周囲の大気を凍結し続けるため自然に溶けることは絶対ない。なるほど。変な顔が彫り込まれてますよね、怖。タオティエ、はい、トーテツですね、はい。最大100 HP10 しか増えないんで、3DS では戦闘敵破壊時にプラス20増えることになりましたね、はい。これは神社とかの門にいるあれに似てますね。獅子舞じゃなくて何でしたっけね、はい。犬のような姿をした魔獣、非常に大食で倒した敵を丸飲みにし、その分巨大化する。倒した敵の HPST ごと増えれば面白いんですけどね。ブラッドプリンの逆バージョンみたいな、はい。
blinks. ただの猫だけど、なんか、光ってる。尻尾というか、下半身が光ってるね。エリア内の土地へ移動できるという。神出鬼没の山猫の妖精、現れたり消えたりを繰り返し、旅人を惑わせる。ガルーダに進化できるんだ。この頃のシルフは強えな。スプライトの進化できるバージョン。はい、いざとなったらガルーダになりますよって強すぎだろう。いやー、まとっている衣が薄くて、なんか、色っぽいね、はい。空気の妖精。その体は空気そのものであり、その精霊力を高めることで風の神の使いに姿を変えることもできる。やりすぎだろう。じゃーん、ドラゴン。Lightning Dragon. はい。先生、無効化風。幼稚能力で、水か森に30ダメージ。はい、なかなか強い。風フック作ってたらなかなかいいんだが、ボルカニックドラゴンと違って巻物攻撃ではないんですね。まあ、それでも十分強いか。かっこいいね。3D のイラストが、バリバリーっと。稲妻が光ってるところが、はい、稲妻の力を持つ風のドラゴン。吐き出す稲妻は地や水のクリーチャーに防ぐことのできないダメージを与えると。いやー、これはちょっと素晴らしいドラゴンだね。使いたくなる。はい、武器防具関連いきますよ。なかなかこだわりのある剣などを書いておりますと。イーグル・レイピア先生 ST プラス30でファルコンソードよりちょっと強い。結構使ってたイメージです。はい。ワシの翼をかたどった絵を持つレイピア。かけられた魔法の力によって素早い攻撃を繰り出せる。どの辺がワシなんだろう。ワシの翼か。ああ、なるほどね。カウンターアミュレット。相変わらず強い。アムルだね。はい。反射のお守り。付けられた鏡が全ての打撃を反射する。なるほど。このペンダントだと思っていたところは実は鏡で、全ての攻撃を反射するという設定なんですね。はい。数珠と勾玉みたいなのがくっついていて、それがいろいろな色に塗られているのがちょっと綺麗だね。グレイ誰も使わない武器だね。サーガ環境だとなおさら。ただのナイフに見える。矛槍。そこそこの攻撃力と防御力を兼ね備えた使い勝手の良い武器。使い勝手いいか、まあ、誰でも使えるかみたいな。はい。これ 3DS にも同じイラストかな？スモークトーチ。はい。発煙筒。煙幕を張り、敵の視界を遮ることによって姿をくらますことができる。これ可愛いスリープだよね。巻物プラス猫っていうイメージで作ったスリープ。いいね。はい。呪文の書かれた巻物、敵が眠っている間に通り過ぎれば魔力を失わずに済む。お、甲冑出ましたね。はい。はい、金属の鎖を、甲冑ではないな。なんていうんだっけ、金属の鎖を編み上げた鎧、動きやすく防御力も高い。動きやすいかこれみたいな。もういいか。下に着るヒートテックみたいなものか。はい。Death Choker。デスチョーカー。はい。これは初めて見るアイテムですね。ST プラス30で貫通。あ、なかなかいいね。戦闘終了時、主要クリーチャー破壊される。いまいち。いまいち。貫通では敵を倒せたとしても、グレムリンデスチョーカーとか強いのかな。相手の首にかけて引っ張るっていう感じの武器。誰かが持ってたね。なんかの漫画でよく読んだような気がする。はい。で、ちょっとドクロのマークがあしらってあったりして。いいね。バトルアクス。これただの斧。はい。戦闘用斧。恐るべき破壊力を持ち、鎧の騎士をも両断する。恐るべき破壊力ってことねえだろ。ST ただのプラス40だろ。はい。ニュークリアフュージョン。
フュージョン ST50 強いね。この頃は2回攻撃できるテトラームというやつが、フュージョン持てたんだよね。なんで巻物1000、巻物100ダメージっていうのを与えることができた。いやー本当に呪文の書かれた巻物、敵の近くで核融合を起こし光と熱で大ダメージを与える。いいねー。あ、これ面白い。ブラスターレイ、巻物なのに人が上に飛ばされている。なんと、リトルグレー効果がある巻物、対戦相手をランダムな基地に飛ばす 50%。 これ面白かったね。呪文の書かれた巻物、天から光が投射され、その光に当たったものを別の土地に放逐すると。はい。まあ、STHP が青天井のやつが多いんで、もうこの巻物当てるしか相手を吹っ飛ばす方法はないみたいな感じなゲームでもありました。はい。いっぱいアイテム書いてくれてるね。はい。メイス。メイス。鉄の頭がついたコンボを、板金鎧にも大いに効果を発揮する。発揮するか、おい。モーニングスター。モーニングスターは昔からこう、大体の形状が一緒だよね。先っぽに、こう、トゲのついた、鉛がついているみたいな感じ。トゲ鉄球のついた武器、かなりの破壊力を持つ。上、振り回せば敵の攻撃を妨げることもできる。これはディジーズと一緒で、もう一個スペルを、炎症できる副傷がついているということですね。はい、病気、対象のクリーチャーは病気になりその間活力を失う。はい、これなかなかね、面白かったんでね、3DS であってもよかったなと思うんですけど、対照的セプターのスペルではなくて、手札からアイテム、カードを1枚選び、使用者の手札に加える。ということですね。だから、相手の強すぎる武器、グレアム、カウンターなどを奪って自分のものにすることができる。代わりに自分はアイテム入れなくてもいいというスペルだったんでね、面白かったんですけどね。はい。全員でキャプチャーしまくれば相手はもうシャッターよりも面白いかなっていう気がします。対象の敵領地のレベルを2下げる。メテオのちょっと弱体版なんですが使いやすい。コメット、彗星ですね。はい、彗星、宇宙空間からの彗星を呼び出し敵の領地上に落下させる。メテオは隕石だもんね。水星の方が弱いのか。チェンジリング。いいね。このチェンジリング。いいね。ゴブリンが可愛いね。赤ちゃんゴブリンだ。対象セキュプターの残りのブックのカード2枚をゴブリンに変えるという恐ろしい凶悪カード。取り替え子。妖精族に伝わる呪い。気づかれないうちに敵のカード内容を書き換える。で、じゃじゃじゃーん。これが、いかにもサーガならではのカード見てみましょう。使用者の領地とそれと同じ同レベルの対象的セプターの領地を選び所有者を交換する。なんとリリーフの自分と敵に敵クリーチャーと自分クリーチャーを交換できるリリーフという、はい、でもレベルが同じじゃないとダメなんですね。なんでさっさとレベルを2に上げないとトレード、レベル1のままだとトレードされてしまうというね。敵の強いクリーチャーを自分のものにしたり、自分の弱いクリーチャーを相手に押し付けたりと。はい。で、落ちるようにしたりと。はい、ね。自分の弱いクリーチャーをあえてレベル5に上げて、相手の落ちそうもないクリーチャーと交換するみたいなことをして、落とさせるっていう手もありましたね。すごい、いろいろな感じで使える面白いカードだと思います。ちょっといやらしいんですけどね。本当に。トレイ。取引。敵セプターの領地を相応の代価で、しかし強引に奪い取る。相応の代価って、100G は安いと思うんだよな。はい。パーミッション。いかにもパーミッション。この城は、落としたぞみたいな感じですよね。はい。勝ち時の声を上げているようなイラストです。許可。
砦を通過したことになる許可証が手に入る。はい。Fine. かわいらしいファインドだね。掘り出し物、効果そのものはささやかだが、セプターにとっては生死を分ける場合もある。ささやかではないよね。ファインドはかなり強いですね。はい。Blackout. 2ラウンドの間、スコリを取ることができないという。自分以外は真っ黒な背景という感じですね。はい。暗転。対象の周囲に暗黒空間を作り出し、魔力を得られないようにする。Brave Song.これなかなか面白いですね。加護。4ラウンドの間、セプターに呪いがついて、その間、戦闘中の自分のクリーチャーが ST プラス20になるという。それほど強くないか。はい、勇気の歌。その歌の響くところ、クリーチャーはさらなる攻撃力を得ることができると。でねー、このレイオブローかっこよすぎるね。本当に使いたくなる。すべてのセプターの手札にある使用魔力100人以上のカードをすべて破壊する。かっこいいよね。女性が髪を振り乱し、天に何か呪文を唱え、カードを壊しているという。いやー、渾身の一枚という感じのイラストです。はい、秩序の光、創造の神の力によって大いなる災いをもたらすであろうカードはことごとく粉砕される。まあ、ドラゴンとか強かったからね、すべてなくなると思えば相当強いカードです。というわけで、添田先生のカードを紹介しました。では、また。